おはよう。支配人の話では、前回来てくれた新しいお客さんや常連からはとても好評だったらしいぞ。こういうことにはなれないんじゃないかと心配していたんだが、この分だとお前の腕前なら通常業務は十分にこなせそうだな。味にうるさい上に要求が面倒な客が来ない限り、お前が困ることはないだろう。そんな客もいるのか。そりゃもちろん。特にほとんど料理をしたことがないくせに、本だけは山ほど読んでる学者先生とかな。暇になるとやってきては、あんたの作ったものは伝統的ではないだの、どこどこがこうで数百年前の味と違うだの、あら探しをするんだ。ここが防除旅館か。一応は老舗といったところかの。これ店主、何か看板料理があるなら早くここへ持ってまいれ。一番高いやつじゃ。フォルさん、先輩、どうも。おお、旅人にパイモンか。なぜここにおるのじゃ。こっちが聞きたいぞ。なんで急に旅行できるくらいの経費ができたんだ。しかも一番高い料理まで注文して。これは旅行ではないぞ。わしのような学者が専門アドバイザーとして招かれ、世界中を旅するのは日常茶飯事じゃ。ファルザン先輩、ゆっくり。昨日の夜はみんなで徹夜だったのに、どうして先輩だけこんなに元気なの。本当に100歳を超えてるのかな。私がおごると言ってからずーっとこの調子ですなーよ。あー、マジくじりま、下はレイラ、それにドリー。珍しい組み合わせだな。おお、お前は実に忙しいやつじゃの。じゃが、ここの料理長にも認められておるなら、本場の名物料理を食べ損なう心配はないの。それでお前たちはなんでリーユエに来たんだ。さっき専門アドバイザーとかなんとかって聞いたような。先日フォンテーヌから新しい船を入手いたしまして、あー、なんと最先端のナビゲーションシステムが搭載されていますのよ。これを普及できればとても大きなビジネスチャンスになることでしょう。ここ数日試運転でオルモス港から離島へ、離島からリーウェイ港へと、次はドンマンポートにも行く予定ですわ。私と先輩はコンパスや装置の調整を手伝うために雇われているの。昨夜は耐圧試験のために一晩中雲来の海を漂ってた。残業手当は出します。おはよう。お二人ともご自分の意思で来られていますし、契約時にだってわざわざ説明していますもの。本当に隙がないな。つまりその手当の一つがおごりってわけか。だからやってくるなり高いご飯を注文したのかよ。何でも注文していいんですのよ、なんて機会はなかなかないからの。それではまず、ファルザン先輩、私も、もちろん一番高い料理でねぎらいたいと思っていますわ。あ、ですが高いからといって美味しいとは限りませんの。リーウェイ料理で一番高いのは海鮮をたくさん使う料理か、暇がかかる料理だと聞いたことがありますわ。で
も私たちは何日も海の上で揺られていたのですから、この上魚やエビやらを食べても美味しく味わえないでしょう。もも、言われてみれば確かにそうじゃの。しかもレイラさんなんてお腹が空いて今にも気絶しそうになっていますわ。それはお腹が空いているからじゃなくて、きっと人生の大先輩で徳の高いファルザン先輩は後輩を空腹のまま待たせるのは忍びないと思われることでしょう。後輩を気にかけてやれというのに文句はないんじゃが、何やら騙されている気がするの。ですので時間をかけて煮込む必要がある料理も出さないでくださいまし。それ以外でも高いものでしたら何でも結構ですので、旅人にお任せいたしますわ。海鮮と時間がかかるもの以外で、あとはすべてお任せいたしますわ。ふふふふふふ。船長賞、イエンドゥシェン、エビのポテト包み揚げ、黄金ガニ、どれも次回頼むしかないのか。次はあと何年待たねばならぬのじゃろう。ファルザン先輩が一気に落ち込んじゃった。なるべく高い料理を選んでもらえる？よっ。高価で、しかも海鮮は使えず、さらには時間もかけられない。それじゃ大半の料理がダメじゃないか。こんな意地悪な注文、一体誰が出したんだ？ドリーのやつ、わざとやってるのか？うちの旅館はルリ亭や新月軒と違って高級な食材を常備しているわけじゃないんだ。普通はお客さんの予約が入ってから準備するもんだからな。ありふれた食材を使って短時間で正真正銘の高級料理を作る。そうなると値段がつくのは料理人の技と料理の独創性だけだ。半減給換という料理がある。手元にある食材だけで作れて提供するのにも時間はかからない。そして一皿の値段は3万モラだ。3万！？普通の食材を使って時間もかからないのにか。なんでそんなに高いんだ。この料理の技は時間じゃなく料理人の包丁さばきと火加減にかかっている。さまざまな種類の肉を細切りにし棒状にこねてから最後に鍋で炒めるんだ。食べてるうちに味わいがどんどん変化し、しかも進化していくのが売りだ。種類の違うそれぞれの肉をいかにまとめちょうどよく焼き上げるか、いかに互いの味がぶつからないようにするか、それがこの料理の価値を示す部分だ。うまくできれば超一流の名物料理、しくじったらただの肉そぼろだ。おお、わかったぞ。つまり高いのは料理じゃなく料理人のギャラってことだな。大丈夫だ。棒状にこねるような細かい作業は俺が手伝ってやれる。お前は一番大事な部分に集中すればいい。心配すんなって。大胆にやってみろよ。たとえ失敗してもお前が作った肉そぼろならオイラは喜んで食うぞ。昔はこの料理で5種類の肉を合わせられる名人がいたそうだが、俺は3種類までしか調和させられないんだ。まったく恥ずかしい限りだ。
座って座って、遠慮しないでくださいまーし。この料理はありきたりな料理に見えますし、事前に調べた限りでは、そんなにモラはかからないはずですわ。一万なら問題ありませんが、三万などちょっと。この料理、一晩徹夜するほどの価値があるのかの。元を取れるかどうかはお前にかかっておるぞ、旅人。疲れた、眠い、眠たい。早く食べて戻って寝よう。これは鶏もも肉？うん、キノシシの食感にも似てるような。別の味わいが広がるの。よく味わうと煙でいぶしたような風味もある。実に不思議じゃな。どうやって作ったんじゃ。ハム？しかしこの料理のどこに。あ、ひひ、気づいたみたいだな。そう、いろんな種類の肉を細切りにして棒状にしたんだぞ。オイラと現象ですっごく頑張ったんだからな。でも私にはよくわからないけど、肉の種類が違えば火を通す時間も全部違うでしょ。でもこの料理はきちんと味の調和が取れてる。それは企業秘密ってやつだ。これがお前独自の料理法とはの。無駄足にはならんかったわい。それでこの料理は何と言うんじゃ。おっと、紹介し忘れてたな。この料理の名前は半弦球感。細い糸が交差するように見えるのと、複雑で変化に富む食感を表現したと。リンゆえの言葉から取った名じゃな。華麗で賑やかに楽曲が盛り上がっていく様子を意味する言葉なのじゃが、うむ、ぴったりな名前じゃの。なんだ、知ってたのか。当たり前じゃ。若者は卒業までに少なくとも20種類の言語を習得するはずじゃろ。うむ、今はその必要がないのかの。え、昔もそうだったの。お前もチロン派だってこと、うっかり忘れてたぜ。ああ、それで、このお料理のお値段ですか。ひひ、そんな高くないって。3万もらいただくぞ。3万。ああ、そうですわ。パイモン、旅人、私、あなたたちには一緒にどうですと言っただけで、ごちそうするとは言ってませんわよね。つまり相席しただけ。そうでしょう。やっぱりただの
うせお前のギャラになるんだし。3万もらうの2割引き。まだ少し厳しいですが。いいでしょう。勉強料ということにいたします。スメールに帰ったら必ずやこの料理を再現してもらい、ほんの一気に稼いでやります。ご飯を食べたらなんだか元気になってきた。美味しいものって眠気を覚ましてくれるんだね。先生が私にこうおっしゃったんだ。若者がずっと論文と本に埋もれているべきじゃない。機械を作って各地の星空を見に行くべきって。つまりインターンってことかな。でも本当に疲れる。はあ。安い食材だけで高級な料理を作るにはどうすればいいのかしら。まずはやっぱりいい名前をつけることから。気づかれてしまいましたわね。昨夜私が通した時、皆さん徹夜でしたし、船酔いもしていましたから、次の日はあまり食べられないだろうと思っていましたので、その結果は見ての通りですわ。こんなにたくさん要求をしたのに動じないだなんて思いませんでしたの。市場調査をしっかりやっておかないと。こういうことになりますのね。二人への報酬は別に高くないんだろ。結局お前が少しでも損しないようにって欲張りすぎただけじゃんか。次はこんなことすんなよ。だからこそオイラはたくさんの経験をして学んだんだぞ。船長賞とイェンドゥシェンは食べられんかったが、半減休館も悪くなかったわい。感謝するぞ。うむ、新型の装置は確かにわしの専門班以外じゃが、ドリーの出した報酬が魅力的でのう。新しい港に来るたびに町に出ては古書を買い漁っておるんじゃ。持ち帰って研究できるからの。ふん、報酬を最低額にして妙論派の全希望者を追い払った甲斐があったの。朝からいい出だしじゃないか。次もよろしく頼んだぞ。